はい、こんばんは、お願いします。まずは、マエストロ使ってカフェもうもう楽しみでしょ。なんかね、この前動画でテロップつけた PS4 の動画だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、僕がですね、CG やってて一番楽しくてワクワクする瞬間がね、イービルへのチクチクタイムですねなんだろう、本当にもうダントツで一番楽しいですね。なんであんな楽しいんだろう。なんかこうヘッドショット決めたとか、裏取り決めたとかさ、突き上げ C4 いけたとか、フラグいけたとかさ、そんなことよりチクチクタイムが一番楽しい。別に倒せなくてもいいぐらいなんか楽しい。あとね、ドローン壊してんのも楽しい。チクチクってか、あのイービルアイでそんだけで、まずはね、このマエストロで、はい、やっていきます。この動画の段階でちょっと楽しみだもん、見てて。僕もね、忘れちゃってるんで。そうだ、これだから昨日も多分 PC の動画上がってると思いますけど、2週間ぶりとかなのかな。どうなんだろう、僕も忘れちゃってるからさ。さて、まずはドローンをね、壊したいですね。一応突き上げが怖いんで、このカメラ見ながらも音ね聞いてます。下の馬力の音とか。フィン、あ、早いね。フィンカーとマーベリック来ましたね。突き上げ怖いので、はい、上がっちゃいます。来ましたね。これ危なかった。これね、今乗ったから生きてますけど、乗ってなかったら死んでましたね。いや、いい突き上げでしたね。危なかった。残り4ですでも HP4 で4さえ残ってれば、このイービルアイが動かせますから。0と4ではね、大違いですよ。さあ、残り1分半。多分ね、マーベリックの突き上げだったと思うんで、他にはいないはず。売れ持ちは、来ましたよ、マーベリック。さあ、このクロス組んでますから、イービルアイで。これもう一つね、見てほしいのが、このラウンジ入る場合は、あのイービルアイで壊せるんですよね。あのゴヨとこのイービルアイのね、ゴロゴロが来た。はい、この設置ポジもね、火燃やし、はい、ナイスこの組み合わせいいよね。これで、設置ポジに対する進行がね、もう20秒いけないと。味方もロールって言ってますけど。さあ、来ましたよ、足の遅いビアードも来ました。残り25秒。はいはい、チクチクタイム、チクチクタイム。敵はね、もう進行するしかないんで、居座っても車線通り放題で。なんかさ、ちょっとこうひどい話をね、あらそした。ナイス。ひどい話だと思うのがさ、あのビアードって、まあ、打ち合い特化じゃないですか。打ち合いをこうしっかり倒すためのビアードじゃないですか。そういうオペじゃないですか。それをこのイービルアイのチクチクだけで倒せちゃうっていう。だからもうビアードからしたら最悪だよね。打ち合いも察してくれず、相手もしてくれず、チクチクだけでやられる。いやー、楽しいね。というわけで、同じくカフェ、次は攻めですね。トゥイッチ使って。これは3回ですかね。爆弾が見つかった。これさ、木持ちにリフがよく持たされるんですけど、トゥイッチって一応木持てるじゃないですか。で、多分これ、クレーマー持ってるから、割り職にディフ行ってるけどさ、多分これ木持ってたら僕の方にね、ディフが来てた、来てたってことなのかな、多分。でもカフェのこのさ、射程がなくなったんで、射程距離がもう無限になったんで、ああいうデフォカメとかすごい壊しやすくなって、なんかね、相性良くなったんだよね、カフェと。まずは裏取り用のクレーマー。これちょっと適当に大きすぎて線が出ちゃってますけど。
これ中見てもらってるのかな今。これでガジェットを壊しに。ああ、ただ、置いてあるね、ちゃんと。ああ。爆弾を見つけた。ん？まだラウンジいるっぽいか。リロード。とりあえず文字壊して。いいですね。これラペで多分ラウンジ潰してくれたので、トイレにいますね、アルニ。残り52秒で、これでアルニと誰だっけ、ワンマイの位置が分かったんで、今キルね達成したので、ここで抑え込んで、敵は抑え込んでるのを OK と。でこれワンマン一瞬見えますけど、ここは冷静に、はい、設置お願いしますっていうね、すぐこの位置は読めないと思うので。裏回ってますけど、今の設置位置って見えないですよ、トイレからギリ。ラウンジ回ってますね、あれです。一瞬あれを再展開しようした瞬間に、いや今の良かったね、冷静でしたね。ワンマン見えた瞬間にそのまま S 通路を抑え込んじゃうと、設置するときにワマエがぐるっと回って潰しいけちゃうんで、僕が一瞬ねチラって目あったんで、 S 通路は進行してこない、すぐねパッと走ってきたりしないっていうことを読んで、わざと中に入り込んでそっちのルートを抑え込む、ですぐ設置お願いして。いや、ああいうなんかさ、瞬時の判断で勝敗分かれたりするから、なんか気抜けないよね、ほんと。だけど続いて S 使ってクラブハウス、これは監視金庫ですね。これはマベで焼いてくれてるんで、この編成多分サッチャー版だろうね。これは割れそうと。でこれまず階層を開けるじゃないですか、この1枚、この1枚を開けると階層に入りづらくなるんですよ、敵はね。あ、プリズムある。この順番が大事で、階層を開けて、爆弾を発見した。これ先にプリズマを壊して、で中チェックと。やっぱ階層はね入りづらくなるんで、これで。ただその代わりこれビリビリしてて割れないので、あ、これ割れないっていうことで、一応ね今味方のガジェットとか下にいる人とかの状況を見てビリビリ壊せるかなって確認したんですけど、壊せないんで、これはもう正面押します。人数でね、無理はしない。見ててガレージに1人、これね一人アザミがいると。で中確認したいっすね。このバンディが今引くので、前出ればこの顔出す、引くならこっち決め打ち、あい倒せるんですね。これはもう読みですね、長年の勘というもので。でクレーマー置いて進みづらくして、あとは詰めると。ガレージ絶対今顔出してこれないんで、いいですね。これでもう押さえ込む、あとは設置待ちと。ガレージ無視して手前で設置してくれたらね、設置はいけるので。はい、ナイス。これねどこのバンシーだろうな、危なかったな。でも敵も読めてなかったね。いやーなんかシージってさ、なんかたまにこう将棋みたいとか言いますけど、なんかもちろんそのチーム全体でこうちょっとずつ進行していって、敵のボム、まあ、王なのかな、ボムに対して進行していくんですけど、こういう一瞬でこうピッてなんかボム入れちゃうみたいなさ、こういうの楽しいよね。ちょっとした隙っていうのを見逃さずさ、しかも割り食とかでもできるから、いやこれが楽しいんだよね。普通に考えたらさ、階段上バンディいて、ガレージ上アザミいて、
で逆ボム、まあ、最初バンディいて、あ、多分ねアリバイは裏とかにいたのかな、裏っていうかあのベッドとかあの辺りのかな、あの配置だと、いやもう抜け目ないでしょって思っちゃうけどあるんだよね。というわけで続いて、ミュート使って守っていきます。まあ、ここは飛び出し狙いでね、ミュートで待っております。まあ、クレマ置いたね、ラペッタでも今置いちゃうと音でバレちゃうんでちょっと待ってました。ただもう上がりきったね、音鳴ってるうちに置いちゃいます。これでクレーマー無効化されて飛び出す準備は OK と。ただここボムが潰れちゃって難しいね、2分15秒残して突き上げがいるので、まず突き上げ、ああいいですね、突き上げのイアナを倒して、もう一人いるね。何者かに撃たれましたね、今 L85 だったんで音は。でサッチャー上にいるはずなんで多分スレッチかな、あスレッチですね、フラグなんで確定です。ここで上上がるのは無理なんで、ここ難しいとこでガレージ潰され、今潰されたんで、これもガレージの階段上がり押さえいきます。絶対取り来るんで、ここで難しいのがね、時間がいっぱい残ってることなんですよね。爆弾が敵部隊に発見された。これで A 発見されたんで戻りますと、さすがにね味方がやばいので。ただねさっきのスレッジがどこ行ったかわからないんで、ただここで今 L85 で、これ C4 すぐ突き上げません、階段上がり絶対スレッジが押さえてる、絶対ね。なのでゆっくりここは設置待ちます。はい、で今 C4 飛ばして、もう一人を寄ってくるところをガレージから早めに押さえ込む、負傷ですね。敵オペレーターが一人残っている。はい、ナイス。いやこれ難しかったね、この展開。一気に2人ボムの方削られちゃって、ただ僕もね下に敵がいたんで無視はできないと。で戻りたいけど戻っちゃうと、その浮いてる敵の孤立してる敵とかは潰せない、人数削れないみたいな、めっちゃ難しい、ああいう時の判断って。結果ね勝てましたけど、まあだからニトロ持ってたのがでかかったね、やっぱミュート強えな。SMG 強いし、あそこね C4 すぐ使っちゃうとダメなんですよね。タイミングしっかり見計らって、いや面白いね。というわけで続いては反対側、監視、違うな、ジムベッドの方ですね、バルス使って守っていきます。爆弾の位置はバレていない。これまず狙いたいのがこのね W 壁開けて、テルミとかが開けてすぐ左の方でドローン触ることがあるんですよ。でその場合心拍で分かるんで、開いた瞬間飛び出して潰し行こうっていう、まずね一つはその狙いで、もしくは物流ですね、物流がハッチ開いて来そうだったら下に降りてキッチンから突き上げ狙う、でそうじゃなければ最後の設置を C4 で潰す、なんかいろんなパターンができるんで、それでパルスにしてます。そうや、気づいた方いるか分かんないですけど、あの気分でホロサイトに戻してます。来ましたね、とりあえず一人っぽい、マベですね、マーヴェリックなんで、ここはもうどうしようもできない、カバーいるかどうかぐらいしか、ね、見れない。さあ壁が開きました。周りの状況を見たら、これトイレいますね、トイレにおりますと。まだ引いたかな、これね、フラグが怖いんだよね、ここ。マーヴェリックの。
2対5、一気に2対5で上がりきる。これはね、甘いですね。難しいよね、でもここ。2対5なんで、相手からしたら5対2でしょ？上がりたくなるよね。ここは落ち着いて落としとくから、このボムの、まあ、設置ですね。っていうのを待つっていう。はい、ですね。所持者。さあ、まだもう一人の分かってるんで、設置してますね。これは C4 持ってるので、ポイント。ただここね、相手も音聞いて逃げましたね。冷静です。で、味方の位置確認して、タイミング見て、まずは、プランターですね。抑え込む。いや、パルス性、これ回想ですね。ラスト残り20秒しかなかったんで、ここねロックせず引くことを選びました。ここ絶対走ったらダメですね、確実にと。いや、いいですね、パルス性。こういう試合勝てるんだからね。で、あのスレッジとこの嫌なは難しいんだけど、設置ポジおかしくねって思ったかもしれないですけど、あれね、意外とあそこしかないんだよね、補強の裏で。嫌なに関しては多分もうね、正解がなかった、あれ。だからしょうがなくあそこで設置したみたいな感じだと思う。下からの突き上げもあるしね、難しい、正解はないって感じだった。あらっしゃ。